徳川、上杉、毛利、北条、諸大名がこの戦の勝敗を注視している。勝家に勝てば皆秀吉様になびく。三成、正則、俺たちの力で今こそ秀吉様の天下を。しゃあ、燃えてきたぜ。ところで三成、前から聞きたかったんだけどさ、お前のそばにいつもいるあの白い幽霊みたいな男、義継だっけ、あいつ何者？気がつくとそばにいる。だが悪い男ではない。バカでも騒がしくも変な髪型でもない。そっか、なら超いいやつって。てめえ、さりげなく俺をバカにしてんじゃねえぞこら。俺はいつか義継と語り合ってみたい。秀吉様も認めるほどの軍略、拝聴したいものだ。でもさ、義継が白、官兵衛軍師殿が黒、二人並ぶと白黒幽霊って感じで、マジ怖くね？